はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2024年1月の今日は、10日でございます。10日でございます。はーい、いやー、びっくりいたしましたよね。歌手の八代亜紀さんがですね、お亡くなりになられましたよね。心から、お悔やみ申し上げます。はい。本当にですね、突然の、訃報でですね、私もびっくりしております。去年のですね、夏頃からどうやらですね、報道によりますと、休養をね、取っていたみたいでございます。歌手活動をですね、休止していたみたいですね。それでですね、八代亜紀さんの、ことについてですね、何か青梅市でですね、関係していること、ないかなと思ってですね、もう一度ですね、私、アーカイブ等をですね、確認していたんですけども、以前ですね、こちらの方で、トラック野郎のですね、ロケ地巡りをしていたんですけども、トラック野郎一番星ってありましたよね。あちらのですね、映画のロケ地で、こちら、青梅市でですね、使われたところがあったので、私、再度ですね、こちらの方で、ロケ地巡りを兼ねて、今ですね、八代亜紀さんの追悼動画を、今撮影しております。八代亜紀さんのですね、出演されていたところなんですけれども、八代亜紀さんの、トラック、紅弁天、トラックというかダンプですね、紅弁天の、そのダンプがですね、八代亜紀さんが乗車する紅弁天の、ダンプがですね、追跡するですね、パトカーを振り切るために砂利をばらまきながら走るというですね、走行シーンがあったんですけれども、そちらの砂利をばらまくですね、ロケシーンに使われたのが青梅市のこの場所でございます。はーい。紅弁天のね、ダンプカーが、縦横無尽にですね、こちらの方を走り回っていたんですよ。はーい。本当にですね、懐かしい映画でございましたけども、八代亜紀さんのダンプカー、紅弁天号がですね、こちら青梅市のですね、街中を爆走していたということが確認できております。トラック野郎の一番星の DVD やビデオをね、お持ちの方、もう一度ですね、確認してみてください。動画を見てください。青梅市ね、こちらの方でロケをしたんですよ。青梅市のこちらの方でロケをいたしました。もう当時とはですね、全然、景色も変わっちゃっているんですけども、こちらの方でね、ロケをしたということは確認できております。はい、現場からは以上でございます。西多摩新選組、細谷秀明のチャンネルでございました。